はい、こんにちは、三次郎です。今回はね、何やったかいな、就労支援、5回目、なんともう5回目って言いました。5月まず、まあ6月からとしても6月、7月、8月でしょ。8月まだ中旬でしょ。2ヶ月と半分ぐらいで5回、まあ大体2週間に一遍来なさいいうことなんでね。はい、行ってきました。パソナーね、パソナーの偉いさんや思います、よう知りませんけど。はい、で今回はね、今まで10分かよう喋って20分喋ってるんですけど、今回は5分ぐらいでしたかね。もう早々にお迎えに来てくれてはって、どうぞいうことで、どうもいうことで、帽子かぶってるのね、どうもいう感じで、で、まずね、2個お話しあってんけどね。1個はこれですね、職業訓練。いや、あの私がね、前回やったかな、職業訓練、まあ、行こう思ってますねいう話したんでね。でこれ取り寄せてくれはったんかあるんか、あ、職場のハローワークスでいとるからやね。もう8月やからもうすでに終わってるやつなんですけどね。はい、まあご参考にいうことでおっしゃってはったんでみたいなことでね、あの固定帳に。はい、まあこれはね、私あのは一応受ける予定なんですね。だからあの年金をこう繰り上げいうんかな、60で年金もらえるタイミングでこの職業訓練も行く一応予定しているんですけど、ほんでその時にはもう生活保護卒業させてもらおう思ってね、まあ、卒業か廃止じゃなくて停止にし、まあ、とりあえずしてもうてっていう形で考えてるんですけど、まあその話ね、やっぱ知っとんねんみたいなことなんですけど、まあありがとうございます、わざわざしていただきありがとうございますということで、もらってきました。はい、まあ、何のコースいうかな、何の勉強をするかももう決めてますね。はい、いつから行くかもね、大体も決めてるんですわ。そのほんま年金との兼ね合いと生活保護と年金と職業訓練のね、この兼ね合いでも一番いいところで行こうかなと、はい、思っています。ほんでもう一個はね、仕事進めるのが仕事やからね、これ、見ますかね、これプリントアウトしちゃったんやけどね、向こうのパスナーの人がね、クラウドワークスっていうかな、要はあの私パソコンは一日見てますねいう話しとったもんでね、あ、それやったらいうことみたいなんですけど、そのパソコンでできる仕事というのかな、まあ簡単に言うたら内職みたいなもんですね。まあ言ったらまあその担当者の方が一押ししとったもんね、アンケートとかね、答えたら100円ぐらい、150円ぐらいもらえますぜみたいな、まあそういうのでちょこっとしていったらどうですかみたいなね。150円なんかアンケートに答えたら150円ね。いや別にええけどやるよみたいなね。それぐらいさせてもらうでみたいなことで、早速このクラウドワークスというのはね、登録しました。ほんならもういっぱい仕事ありますわ。っていうかね、私、何ちゅうんかな、何年か前までね、アフリエイトやっとったんですよ。やっとったんですよ、言って。まあ、アフリエイト、まあ、ご存知の方、どうやろう、どれぐらいいてはるんかわからないですけど、アフリエイト言うたらね、まあ、記事書いて、ホームページかな、ブログっちゅうたらいいんかな、ブログ自分で作成して、で、記事入れて、で、そこに、訪問してくれた人が、その、何、広告をところをプジュッと押してくれたら、その、報酬が入るみたいなね、そんなんやっとったんですよ。だからその前言ったら当時はそこに利用してまへんで、利用してないけど、このクラウドワークスに
ってまいたらお友達言うたらいいんですかね、このアフリエイトの仲間って言うたらいいんですかね、はこのクラウドワークスに仕事を依頼している方なんですよ。その記事を書いてほしい人がいっぱいいてほしいんでね、自分で記事書くのはかなんけど、こういうところに頼んで記事書いてくれる人を探して、自分で書いたらタダなんですけど、その手間がかかりますやん。だからまあお金出してその記事を書いてもらうと。だから今までは私はそんなん頼んだことないですけど、その記事を作成を頼む方やったんが、今度はこうやって記事作成お願いするね、これ内職するいうことで、一回ね見た、ほんまいろいろありますわ。だからね、まあちょっと一回一部やってみたろうかな思ったりね、とりあえずそのパスナーの人がねおすすめしとったその何アンケートに答えて150円みたいなねやっていくかな思ってね。ほんでまあそれでこのまずこのサイトになれて、サイトいうんかな、このクラウドワークスのシステムに慣れていかんとあかんしね。で、いろんな、ほんまに、ちょっとピャーっと見たけどね、ほんまにいろんな仕事ありますわ。まあ、記事作成は、まあ、普通にいっぱいあるしね、そのデータ入力とかね、どっか行って写真撮ってきてくださいとかね、その経験談、この記事作るんじゃなくて、喋ってくださいとかね、その今このズームで1時間、喋ってくださいが、質疑応答いうの、質問するから答えてくださいみたいなね。もうほんまいろんな仕事ありますわ。だから私、帰りにもいっぱい経験あるんでね、自己破産もしてるし、糖尿病やし、心筋梗塞で死にかけてるし、で、今、生活保護やし、まあ、離婚してるしよ、そのいっぱいいてはるけどな。まあもう還暦やし、そんないっぱいいてるわね。まあまあけどね、まあ、経験だけはね、しょうもない経験はいっぱいあるんでね、まあ、それをちょっとまあ、ちょこっと一尾ってね、1万5000円までやったらもう引かれんとそのままくれはりますしね。まあその辺その程度ぐらい目標にね、ちょっとやってみ見てやっタロか、やってあげたろかみたいな、ね、ことでね、んなパスナの人もね、喜んでくれますよ。パスナのために働くという、はい、そういうことです。ほんでこれね、職業訓練行ったらパスナ相談しに今度よろしいですよ言うとって、ね、だから職業訓練イコール仕事ついたま同様の扱いになるのかな、よう知りませんねけど。けど、職業訓練行ったら、月1回なんか面談あるらしいですやん。その、仕事どうすんねんみたいなね。多分、知りませんねけど。はい。そんな感じでございますわ。まあ、とりあえず、儀式的に5回目、就労支援行ってきました。で、職業訓練の案内と、クラウドワークスの案内と。で5分で帰ってきました。はい。でまた2週間後に来てくださいっていうことなんでね。はい。また2週間後に顔を出していきたいと思います。はい。そんな感じで全然今のところはね仕事しやとかね言われないんで、はい。まあ、コロナいうこともありますしね。はい。だからそんな感じです。はい。以上です。いつもありがとうございます。では、失礼いたします。また、生活保護関連、ちょっと、ペース上げていろいろね、動画出していきますんで、また、よろしければ見てください。はい、以上です。失礼します。